このゲームをやることで君はたくさんの死を繰り返すことになる。時折コントローラーをぶん投げたい衝動に駆られることもあるだろう。スイッチ本体も壊れてしまうから、それは意志の力を強固に保ってこらえてほしい。そんな君もいつしか失敗を笑い、そして学びに変える前向きな気持ちを持つというリアルな人生にも役立つ精神を身につけることができるかもしれない。なんとも眼畜のあるゲームである。はい、8080インディーゲーム沼です。このチャンネルは主にインディーゲームを実況紹介するゲーム実況チャンネルになっています。よかったらチャンネル登録で応援お願いします。今回紹介するゲームは2021年9月30日に Nintendo Switch、PlayStation などで日本語版がついにリリースされる死にゲーローグライクの不朽の名作スペランキー2です。今回2だけでなく1も同時にリリースされるので、ついにこの名作がコアファン以外にもようやくお届けといった感じでしょうか。こちらは発売に先駆けてゲームの概要を紹介していく動画になります。ぜひ発売前にこのゲームの概要を見て購入などを検討してみてください。スペランキーはやり直すたびにステージがランダムに変化するダンジョンを攻略していくローグライクアクションゲームです。スペランキー2がリリースされたのは2020年ですが、初代は2008年にフリーゲームとしてリリース、14年にはプレイステーションでリリースされたものの日本語未対応だったそうなので、今回念願の日本語対応ということになります。スイッチ本体が普及したことにより、ライトユーザーはもちろんのこと、コアユーザーも違った気持ちで気軽に楽しめるようになったんじゃないでしょうか。スペランキーと名前を聞くと、おやおやとファミコン世代にとってはどっか聞き覚えがあるかもしれません。そう、この作品はあのコンピューターゲーム史上最弱の主人公と言われたスペランカーにインスパイアされた作品なんです。そんなスペランカーに影響されたスペランキーも、とにかく気軽に死にます。一元さん死んでくださいという予見できない罠が満載のいわゆる死にゲーになっています。スペランキー2は前作の主人公の娘であるアナが月にある遺跡を舞台に行方不明の両親を追いかけてダンジョン攻略に挑んでいきます。基本的にステージごとにジャングル、遺跡などテーマがどんどん変化していく広い洞窟を下に下に宝を集めながら進んでいくことになります。死ぬたびにダンジョンの構造がリセットされて、手に入れたアイテムも失い、最初からやり直しになってしまうのはトルネコや最近リリースされたハデスといったスタンダードなローグライクと同様の仕組みですね。主人公はインディ・ジョーンズよろしくロープを使って戦います。そこら辺のペットや石を拾って敵に投げつけたり、ロープを伸ばして上下に移動、爆弾を使って壁を破壊したりすることもできます。途中にあるアイテムショップや木箱などから入手できるアイテムをうまく利用できれば迷宮攻略に役立てることもできるので、気に入ったアイテムを身につけて使いこなしていきましょう。このゲームが教えてくれるのは、一度死んだ地点を攻略するには次にどのような改善をするかというプレイの積み重ねによる学習行動にあったりします。そんなゲームだからこそ雑にプレイするとサクッと死んでしまうので、禅のように集中してプレイしなければいけないわけだ。でも場合によっては何の意味もない、ただイラつくだけの無駄な死を迎えることもあります。そんな時はすぐさまスリープして一呼吸を受けてしまうのもスイッチ版でできるようになった魅力の一つなんじゃないでしょうか。また一人プレイはもちろんのこと、ローカルやオンラインで最大4人でのマルチプレイを楽しむこともできるようで、この笑える死に様をみんなで共有してみても楽しいんじゃないでしょうか。ぜひこの魅力的なインディーゲームに触れて、ファミコン時代の理不尽さを改めて体験してみてください。スペランキー1、そして2は2021年9月30日に Nintendo Switch、PlayStation で日本語版が発売予定です。動画を見てこのゲーム気になったよという方がいましたら、ぜひチャンネル登録で応援お願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。